円山公園は札幌市中央区にある公園。札幌市民憩いの場となっており、札幌神社神座後は市民の信仰や各種行事、花見の会場として利用され、明治末期から大正期にかけて神社に隣接する円山一帯を公園として運動場などを整備し、戦後には北海道口で初めての動物園が開園した。円山原始林と連続する公園内には、 多くの自然が残されているほか、北海道や札幌開拓にまつわる銅像、石碑が混流されている。1869年、開拓市の宝岩島義勇が、現在の北海道寺院宮近くの古端別の丘で札幌本府建設の構想を練ったとされており、そこから真東に望んだ大友堀との交点を、町づくりの起点とした。また、島宝岩は、 神技館から開拓三神を授けられており、現在地に神社を創建することも決めている。1870年に東北地方から農民団が入植し、それぞれ敵地を求めて集落を形成していった。この年がかの江うまであったことから村の名前に使用され、炎山あたりは交互三の村と呼んでいたが、翌年に開拓方願岩村道都市が神社のふもとに 村があることから京都に習って、円山村と名付け、山の名前も円山となった。なお、現在の思いはさんは、アイヌ語で、インカルシッペと呼ばれていたが、丸山命名語に転化したものとされている。1880年に、肝炎の一つであった札幌肝炎の樹木試験場を移設し、丸山守樹園が開設。杉林は幼樹園の名残として、希少価値が高い。 1901年に幼稚園が旭川へ移転すると、園山を公園として整備したい声が上がってご領地となっていた土地の貸し下げ交渉をはじめ、1903年に公園予定地として札幌区が借り受けることになった。長岡阿弥に移植した公園計画は和洋折衷で運動場を取り入れた構想であり、明治末期から大正期に整備を進めていった。1914年、 上田万平が慈悲を捻出し自ら桑を振るって、円山山頂までの登山道を開作し、弟の上田善七は登山道に沿って88、観音を創建した。1915年には、成田山札幌別院新栄寺によって、大指堂を建て、工房大師の像を安置している。昭和に入ると、円山公園のスポーツ施設を充実する動きが起こり、1934年に、 陸上競技場、テニスコート、野球場が竣工した。戦後、総合運動場がアメリカ新中軍に接収されてしまうが、解除後は、日米陸上競技大会、世界オールラウンドスピードスケート選手権大会、国民体育大会などの開催に伴って、公園改善が進んだ。札幌支援残動物園の前身である、札幌児童遊園は1951年に、 開園した。長らく、梅と桜の開花時期と重なるゴールデンウィーク中に、限り、公園内の一部で柿の使用した飲食が認められて、きたが、2020年には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、柿使用の解禁や飲食を認めない措置が取られた。同様の措置は2021年にも取られた。ありがとうございます。